東京湾フェリー株式会社は、神奈川県横須賀市に本社を置く、海運会社。同市栗浜から東京湾を横断し、千葉県富津市、金山までを結ぶ火客フェリーを運行している。東京湾の入り口にあたる浦賀水道を横断し、三浦半島と房総半島を約40分で結んでいる。なお、この航路は、国道16号並びに、 太平洋岸自転車道における実質的な会場区間を成している。2008年6月より乗船券の支払いにクレジットカードの他にパスも利用できるようになった。鉄道の IC 乗車カードで乗船券を購入できるようになったのは日本で初めてのことである。前世紀は山積による運行を続け、1994年度には年間利用客は 約280万人に達した。その状況を一変させたのが1997年12月18日に開通した東京湾アクアラインである。翌年度の年間利用客は約194万人にまで減少した。これに追い打ちをかけたのが2009年8月のアクアライン通行料金の ETC 普通車800円への値下げで、 同年度の年間利用客は、約98万人まで落ち込み、輸送車両数も値下げ前の2008年度より、約3割減少したため、2010年以降は2席での運行となっている。栗浜港金谷港金谷、丸白浜丸栗浜港金谷港栗浜港、金谷港 ABC 東京湾フェリー株式会社第64期決算、広告、1400キロ自転車道の、 整備加速後臨機に訪日客呼び込みへ、太平洋沿い、銚子和歌山、千葉日報。2019年4月18日閲覧。2020年東京オリンピックパラリンピックまでに、太平洋岸自転車道をつなぐ取り組み第1回、太平洋岸自転車道推進協議会の開催について、国土交通省関東地方整備局道路部。 2019年4月18日閲覧。パスモで、東京湾フェリーも乗船できます。京浜急行電鉄 ABCDEF、アクアラインで大打撃、東京湾フェリー、新たな活路。朝日新聞デジタル。朝日新聞社。2019年1月5日閲覧。フェリー3割減タクシーは、増加公共交通機関に、 名暗アクアライン値下げ実験千葉日報2011年6月14日発見される切符は大番のもので鉄道駅の自動改札機を通過することはできない東京アンフェリー往復切符京浜急行電鉄2021年1月14日閲覧各駅の自動券売機で購入可能鉄道バス乗車券とフェリー乗船券の2枚が発行され 全車は自動改札機も利用可能。有効期限は発売日から4日間。ありがとうございます。